い、どうも、沢田俊也です。今回もゲストをお迎えしておりますよ。グダグダゲームラジオから安さんです。こんにちは。こんにちは。グダラジで喋ってる方の片割れの安と申します。あれ、片割れは喋ってない方なんですか？そう、最近ちょっとね、片割れちょいダレ気味で、リスナーさんから怒られたりとかもしてるんですけど。あれでしょ、 片割れは管を巻いてる方でしょ。飲んだくれてる方、喋ってる方と管を巻いてる方。まあ、じゃあ今回はですね、安さんを読んで何の話をするかと言いますとですね、八神くんの家庭の事情という漫画に関してですね、お話をしようかなと思っているわけでございます。はい。まあ、経緯としてなんでこの話をするのかという経緯を説明しておきますと、なんかね、ツイッターの方で、なんかのきっかけで、女子力のある漫画家といえば、庵野萌子がよく取り上げられるよねと。うんうん、でも個人的には俺は楠木敬也っていう話をしたんですよ。うん、で、まあこの八神くんの家庭の事情の作者、まあ、楠木敬という漫画家の方なんですが、うん、まあ、女性作家なわけですよ。うん、そうですね。で、俺の印象では美人やったはずなんですよね。この人姉妹2人して漫画家なんですけど、そうですね、双子やったはずです、ね、美人姉妹として、うん、美人姉妹漫画家としては有名でしたよね。うん、でその印象があったから、うん、俺の中での女性漫画家っていうと、楠木敬也なんですよ。うんうん、結構メディアにも自分の写真とかをガンガン載ってたし、そうですね、なんかちょっとなんか生きてるとこもあったと思うんですね。まあそうね。でもなんかある時からこう庵野萌子の方がなんかね、女子みたいな感じでバーンって出始めてきて、おしゃれ女子みたいな感じで、うんうん、いつの間にかこう楠木敬也はこう見なくなってしまったんですよ、僕は、メディアから。うんうん、まあ、漫画は今でも描き続けてはるんですけど、はい、で、まあ、そういう楠木敬也を忘れないでっていうメッセージを込めての今回の話プラス、また八神くんの風の事情っていうこの漫画が、はい、当時とても最先端だったなと、こう大人になった今思うわけですよ。うん、はい、で今でこそなんか、うん、まあ直接的な表現ですけど、うん、近親相関、うん、まあ、なんか妹に燃えるだとか、うん、あるじゃないですか、うん、兄弟が恋愛の対象みたいなね、うん、もうそれをすでにやっていたっていう、ね、まあそうですね、うん、でこの漫画が連載されてたのが、まあ、調べたところ1986年から1990年、はい、うんうん、もうかれこれ20年以上前なわけですよ。そうですね、だいぶ古いですね。もうその時にこんな漫画を描いていたのか、うん、全然時代先走りやないかってすごい思ったんで、うんうん、その割にはそれも取り上げられないですよね、今に、うん、どこかで取り上げられてるのかもしれない、僕は目にしたことがない、うん、こんだけなんか俺の妹がとかお兄ちゃんのことなんかとか、うん、よすがの空とか、そうですね、ちょっとブームになってる割には八神くんの名前はどこにも見ないな。まあね。って話をツイッターでしてると、まあそれはぜひ狭さで取り上げてくださいっていう話になったんで、はい、じゃあ誰か他に読んでないかなって言ったら、まあ、安さんが挙手をしたわけですよ。ああ、そうですね。読んでましたよ。はい、というわけでの経緯。うん。まあでも、それから僕たちこう読み漁りまして。はい、読みましたね。僕なんかわざわざこうてきましたからね。どんな話やったから。そうですね、文庫にして4巻分ぐらいですかね、そうですね、今文庫が出てて全4巻なん で、うん、はい、で僕も全4巻なんだと思って、うん、古本アマゾンのマーケットプレイスで古本が売ってたから、うん、全4巻って書いてあったから、はいはい、注文したら、うん、なんかデラックス版みたいなのが届いて、うん、デラックス版が4冊届いたんですよ、文庫で、うん、こんな古くせえ本いらねえなとか思って無駄にでかい本が届きました。あ、でかいのが届いちゃったんですね。スーパービジュアルコミックスって書いてます。いつのブランドやねんみたいな。で、まあ僕たちお互い読み返したところですね。うん、読み返したよ。まあ、特に言うことがないな。これといって内容がないな。で、これね、当時僕ちょうど中学生の時やって。はい。
当時はね、なんかこれ面白いと思って読んでたはずなんですよね。あの、僕も当時面白いと思って大好きで読んでた漫画ですよ。で、そこそここれサンデーで連載されてたから、サンデーじゃないわ、サンデー増刊号か。そうですね。じゃあちょっとマイナーなのかな、週刊サンデーじゃないのに。うん。いや、でもなんかね、人気あって、あった。あし、あの、ファンロードっていう雑誌で、そのコーナー作られたりとかもしてましたよ。ほう、それは知らないな。うん。うん、だから、それなりに取り上げられたりとかはしてた。注目はされてたんじゃないですかね、やっぱり。アニメにもなってたし。そうそうそう。僕は覚えてないんですけど、うん、ウィキペディアを見るところ、テレビドラマにもなってる。ひどいドラマですよね。全然設定と違うひどいドラマが作られて。ドラマ知らんな。あの、これ、この八神くんの家庭の事情の一番の肝っていうのは、うん、その自分の八神くん、主人公八神くんのお母さんが、うんうん、もう見た目がすごい若くて、15、6歳ぐらいの年齢に見える。そうですね。自分と同級生に見えちゃうっていうところが肝ですからね。うん、で、背もちっこくて、うん、もう本当、八神くん自身の理想のタイプがもう、権限したかのような女性像だと。そうですね。で、その母親なんだけども、そこを好きになってしまうっていう、うん、それが八神くんの家庭の事情なわけなんです。そうですね。なんかね、ドラマの方はね、その八神くんを国分太一くんがやってて、そこはまあいいんですけど、そのお若いお母さんを夏木マリーがやってるんですいや、おかんや、普通におかんや。もう当時すでに40超してたりしましたからね、夏木マリ。そんでしかもあの、夏木マリさんって背でかいじゃないですか。170センチぐらいあるのね、あの人。だからそのちっこくて若くてロリっぽいお母さんっていう、まあ、設定自体無理はあるんだけど、その根本からもう崩れちゃってるんですよ、ドラマの。いやー、それはいただけないね。うん。全然八神くんの名前を借りた別物じゃないですか。そう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 。で、なんか、なち崩し的に人気なくなって、疲れたような気がするんですけど。そうやろ。うん。はぁ、あ、そんな黒歴史もありーの。まあ、そんな感じで当時はそこそこ読んでた人も多かったはずですよ。そうですね。でも今回こういう機会じゃない限り、うん、そのオタク友達の間でも八神くんのネタが話に出ることってあんまりなくないですか？そうですね。この我々ぐらいの世代で漫画が好きだった人は多分タイトルぐらいは知ってるんじゃないですかね、割と。で、まあ、今回はね、うん、この漫画の面白さをですね、うん、今ここで再びこう、ほじくり返すことでですね、うん、最近こう、いろんな血のつながりにもえもえ言うてるやつなんですね、はい、本物はこうやと教えてやろうかなと思ってるんですよ、はい、うん。でも話すことがあんまりないんあんまないよ。まあ、面白いはまあ面白いんですよ。その当時割とよくあるドタバタコメディの体裁を取ってて、まあ、何も考えずにサクサク読める漫画ではあるんですけど。そうですね、闇の方のうるせえ奴らみたいな感じで、うん、うん、闇うるせえ奴らが光とするならば、うん、こちらはちょっと闇のうるせえ奴らかなっていう。そうですね、影のうるせえ奴ら。やっぱそういうああいう感じのドタバタコメディ割と当時は多かったじゃないですか、漫画として。そうですね、なんかこう、うん、なんて言うんですかね、そのネタの一つ一つで笑わすのではなくて、うん、なんかシチュエーションの連続で、うん、なんか不条理感とか、うん、なんかシュールさとか、うん、まあ、いわゆるテレビドラマのコメディをそのまま漫画に起こしてるような感じ。うんうんうん。で、なんとなく楽しく感じさせる的な。そうそうそう、雰囲気でね、うん、楽しいような感じを受けさせる感じの漫画ですね。この逆漫画じゃなくてコメディっていうような感じの漫画なんですけども、うんうん、やっぱりその面白さの肝っていうのは、さっき安さんが言ったように、うんね、まずお母さんが非常に若い。うん。で、もう主人公の八神くんはお母さんに恋をしてしまうわけですよね。うん。でも、それが、まあ、禁断の恋ってことが分かってるから、すごく悩む、うん。そうですね。で、本当ならば、それはシリアスストーリーに転換するならば、うん、ものすごいヒルドラみたいな、ドロドロしたものになって
ていくんでしょうけど。そりゃドロドロしますよ。だってね、血が繋がってる本当のお母さんなんですよね。そうですからね。うん、でも、この漫画の中では非常にライトに描かれていて、うん、なんやったら、クラスのみんなも一線越えちゃえよ、みたいな感じで、うん、ものすごい軽いんですよね。煽ったりとかするわけですよ、やっぱりね。で、また、そこら辺が非常に複雑というか、まあ、ひとひねり、ふたひねり加えてんのかなと思うのが、まあ、その矢上くんに恋をする正常な女性っていうのも登場するし、うん、で、矢上くんのお母さんののみさん、その若くして可愛いのみさんに恋をする不倫を持ちかけるような教師も登場するしっていうので、うん、まあ、その二人を中心にいろんな恋の模様っていうのを描いている。そうですね、ドタバタしていきますね。矢上くんのお父さんに恋をしている会社の部下とかね、うん、なんか七瀬さんでしょ。なんかいろんなこう、なんかねじくれ曲がってるわけですよ、すべてが、うんうんうん、そこがまあ面白さの一つなんでしょうけど、うん、まあ、基本は矢上くんのマゾコン問題を、うん、まあ、いろんな角度から面白おかしくいじるっていう。そうですね、中心にあるのはそこですね。で、まあ、あと後半はですね、 さらにそこにこうボーイズラブ的な要素も含まれていくっていうね。そう、僕昔の単行本を持ってて、で、この収録やるにあたってそれを実家から引っ張り出してきて読んだんですけど、なんか途中で途切れていて、あれ俺前巻買ってなかったんだと思って、そんでその完結するまで読もうって思って、そのアマゾンで文庫版を買って読んだんですけど、なぜ最後まで買ってなかったかっていうと、その途中からちょいやおい路線みたいなのに入っていってるんですよね、やっぱ、なんかね、そこがちょっと受け付けなくて離れてったらしいですよ、当時の僕は。そうですね、僕もね、最終回がどんなやったか覚えてなかったんですよ。うんうん、なんかぼんやりした最終回でしたね。僕似たような理由で、うん、まあいわゆる今でいうボーイズラブ、うん、当時ではヤオイと呼ばれていた、うん、まあ、文化、はい、なんですかね、うん、が色濃くなってきてから、うん、当時中学生の僕は純粋に気持ち悪いと思って、うん、読むのをやめてしまったんやと思うんですよね。うん、男の身としてはあの世界を純粋には楽しめないんですよね。そうですね。そう、だから矢上くんが若くして綺麗なお母さんに恋をするっていうのは異性だからまだわかるんですよ、ね、うん、そこまではそうそう許容範囲なんですよ。で、後輩の八尾くんっていう、まあ、そのまんまの名前のキャラなんですけど、うん、そんな若くして矢上くんの恋をするようなお母さんの容姿に似た男の後輩なんですよね。うん、もうお母さんそっくりの男の子なんですね。で、矢上くんがそこにこう惹かれるっていうのが、うん、当時僕は全然納得ができなくて、いやいや男だしっていうね。うん、そうそう、だから、やっぱそこは女性ならではの感覚、面白い感覚なんでしょうね、その辺のコメディっていうのは。で、また、その、矢尾くんも、最初は普通の男らしくて、喧嘩上等みたいな感じなんですけど。そうそうそう。なんか、いつの間にか矢上くんに恋をするんですよね、矢尾くん、ね。途中から変わっていって、ね、矢上先輩は、この僕が更生させねば、みたいな、なんか好きになってっちゃうんですよね、逆に。だからそこが受け入れられないっていうのは、非常にありましたね。そうそう、なんでって。ね、お母さんと、あとその、ガールフレンドである、碇真由紀ちゃんと、あとさらにその、後から入ってきた後輩である、八尾くんっていう、なんか変な三角関係っぽいノリになったりとかしてましたもんね、最後の方。八尾くんも、八神くんの彼女の碇さんに恋をしてしまう時もあるんですよね。うんうんうん。まあ、三角関係、四角関係みたいな。でも、基本的に八神くんのお母さんののみさんは、我が子でしかないので、一番ノーマルな立場なんですよ。そうですね。ただその、息子への愛情が強すぎて、旦那さんにするのと同じような感じで、息子のその、矢上裕二くんにも、行ってらっしゃいのキスとか、お帰りなさいのキスとか、あと、なんか添い寝をしたりとか、そういうエピソードがちょっと出てきちゃうんですよね。ゆうちゃんも、チューしてほしいのねとか言って、そう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 、口にしてしまいますからね。あとなんか風呂上がりにこう裸で抱きついちゃったりとか、そういうエピソードはちょっと散りばめられてはいるんですけど、さすがにその辺はね、母親としてはやりすぎだなとは思いますけど、まあちょっと母親の価値観も若干狂ってんのかなって感じですよね、今考えると。うん、うん、まあそんな、うん、なんていうんですか、まあある種のそのアブノーマルな要素っていうのをこれでもかっていう、こう異
入れてる上での、まあ、ドタバタコメディ。うんうんうん。まあ、問題が起こらないわけがない。はい。まあ、ただ、その、この当時は、萌えっていう価値観がまだないから。ないですね。うん。そこら辺の要素がないので、うん。あくまで、その、ドラマを、ちっちゃかめっちゃかにするための要素としてしか、機能してないっていうのが、今読むとちょっと面白いなっていうのがあって。うん、そうですね。これ今やったら、もっと萌え要素全面に押し出していくでしょう、こんな。うんうん。その、外見が若いお母さんである八神のみさんも、内面は実はちゃんとしたしっかり者のお母さんなんですよね。ただ見た目が若いだけなんですよね。ね、だからあくまで八神くんもこの物語の上では自分は変だってことをすごく認識してるんですよ。うんうん。だから悩むっていう。そうですね。だから一線を越えないっていうことはもう前提なわけですよ。うんうん、この漫画の中においては。うん。それやるとドロドロしちゃう。もうそれをもう、この漫画においては、やってはいけないことなんですけど、そうですね、結構そこら辺の境界って最近曖昧じゃないですか。なんか、うん、そうですね。そこがまあ、なんかまだ昔の価値観だからっていうのは、すごくありますけど。うん。でも本当当時にしてもこれはかなりセンセーションで、うん。まあ当時中学生話になってしまうんですけど、はいはい。やっぱりまあ僕がこれを読んでた頃は、性的にもまだそんな開花していなかったじゃないですか。うん、開花してませんか。書いてあることが半分わからなかったんですよね。うん。楠木圭さんの作風としてそのコメディ書くときに割とね、要所要所に下ネタとか、うん、小ネタとかを散りばめてきますもんね。うん。うん、なんか熱のあるときに、うん。なんか、オナニーをすると、種なしになるらしいぞ、とかね。うん、ああ、おたふく風邪、そうそうそう、熱出すとやばいよみたいなやつでしょ。で、それで彼女も心配する的なことがあったりするんですけど、いまいち何書いてるかわからなくて。そうですか。うん。まだ当時やね。うんうん。でもそのマザコンっていう言葉も、うん、言葉としてはいまいちよくわからなかったし、うん。なんか、やおいっていうことも知らなかったし、うん、そうです。ちょうどこの八神くんとかのあたりぐらいからですよ。八百いっていう言葉がちゃんとでき始めたのは。うん。うん。まあ、何でしたっけ？山なし、落ちなし。そうそうそう。意味はなしっていう。うん、うん。まあ、当時、同人誌は、うん、まあ、商業用の漫画と比べて、うん、面白くないよっていう、揶揄するために出た言葉なのかな、八百い。そうですね、そうですね。で、当時もまた、ご多分に漏れず、何、うん、て言うんですかね、セントセイヤとか、キャプテン翼とか、うん、まあそういう男キャラクターが男同士で、ラブラブチューチューチューするような漫画が多かったっていう。うん。逆になんか俺の印象では、今でこそこう、はい、最近はエロ同人多いですけど、うん、当時はそんなホモ的な、ボーイズラブ的なものが多かった気がするんですけどね。あ、同人誌の割合として、うん、僕の中では同人を意識し始め、意識っていうか理解し始めたのはほんと中3から高校にかけてたんですけど、うん、その時は同人ってそういうホモ漫画ばっかりなんやと思ってましたから。ああ、そうですか。特になんかファンロードとか、うんうん、そういう系じゃなかったですか？エロって。そうですね。読んでる読者層も女性が結構多かったし、やっぱそういうところで取り上げられるのはそういうね、やおいネタとかだったりしましたからね。そう、だから、同人誌は女の人が男のキャラで遊ぶ漫画を描くものなんだって、当時は思ってました。ああ、なるほどね。それがいつの間にやら気がつけば、エロエロ同人ばっかりになってしまっている。うんうんうん、最近はボーイズラブの方もまたぐんぐんとこう勢い増してきてますけど。そうですね。でも本当当時はね、全く意味がわからないところもありましたね。ああ、そうですか。そう、なんかね、今改めて読み直してみると、うん、当時はそのドタバタしてるだけのコメディーとして読んでいたんですけど、なんか、要所要所に、クスの奇形特有の生々しい女性感みたいなのが出てるなーってちょっと思ってみたりとか、ほう、例えばそのね、八神くんのそのお父さんの、うん、お父さんに横連歩するその七瀬さんっていう OL が出てくるんですけど、その OL がその八神のみさんの旦那さんに横連歩する感じとか、うんうんうん、
その相手の関心をこっちに向けさせようとするテレンテクだとかがなんか生々しいんですよ。いちいち。あ、それね、それは当時から僕思ってたのが、うん、作者はどれだけ自分自信があるんだと。うん、いうのをすごく感じていて、はい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 、なんかすごく自分イケてる女的な、うん、こうドヤ顔が垣間見える、うん、コラムとかをよくこう読んでた、うん、よく書いてたねあの人はね。なんかどれだけ私は女としてイケてるか的な、うん、コラムをよく読んだ記憶があるんですよ、うん、それが出ているのがそうなのかなって感じがするんですけど、そうそう、あの七瀬さん一番あのあれでしょ、そのキエさんが自分を投影してるのは七瀬さんでしょ多分。で、なんかその男女の恋愛観に関しても、はい、その女として男をこう扱わなくちゃダメ的な価値観が、うん、もろに作者のそれなので、うん、たまにこう男側から読んでるときに、ん？って思うときがあるんですよね。なんかうん、ありますね。うん、なんか八神くんの彼女の怒り、あ、イカリ、うん、まゆきさん、まゆきちゃんね。まゆきちゃんが、こう、同級生の女の子とかに、あれやこれやとか言われたりするのも、なんか、すごい、なんか、上からの目線なんですよ、なんか。うん、ね、なんつうの、女子校トークっていうんですか、女の子同士で、わいわい、情報共有してみたり、ね、耳どしまな感じが、ちょっとあったりとかする感じとかね。男なんてこうしてあげればいいんだよ、みたいな感じで。で、それがもろに作者の男を見る視点なのかなっていうのは、うん、なんとなく当時から感じてました。そうですね。その、結局、その七瀬さんっていう OL さんも、その、叶わぬ恋だっていうので、そのお父さんを諦めた後に今度、それのスモールサイズ版である、八神裕二くん本人のことにちょっと心を寄せたりもし始めるじゃないですか。で、既成事実を作るためにホテル連れ込もうとしてみたりとか。その辺がなんかね、ちょいちょい生々しいなと思って。そうですね。だから、うん、そのホテルに行くことがどういう行為なのかっていうのはなんとなく当時からも分かってましたから、まあ、すげえ積極的だなっていうのは分かるわけですよ。うんうん、で、本当はそこでおかしな行動なわけですね。そんな積極的な女性。っていうのは、やりすぎじゃないですか、うん、漫画、うん。漫画だからこそなんですけど、さ、う、ら、ん、にそこでこう違和感を感じるのは、はい、その、まゆきちゃんもそれに対抗するために、うん、こうバージンを捧げるとか、そういう声に出るっていうのが、えって、そこで戦うのみたいな。そうですね、そうそう、あのね、うん、碇まゆきちゃんは、一途だからもうね、なんとしてでも、八神くんを自分の方に向けさせたいわけですよ。でね、その流れも、まあ後半、八尾くんが出てきてもそうなんですけど、うん、なんか先輩のためなら体預けてもいいみたいな感じで、うん、まあ、ある種、その、体を重ね合わせることにものすごくこう価値を置くじゃないですか、この漫画の中においては、うんうん。で、それってすごくこう、作者の、この当時の恋愛観なのかな。セックスなのかなみたいな精神的な結びつきというよりかは、いやまあそうね、あるんじゃないでしょうかね、普通の木下さん本人の価値観というか体を合わせてなんぼでしょうっていうのはって思うと、どれだけ当時の楠木家はどれだけやってたんやっていういろんな思いを感じるわけですよ。あのなんかそうですよ、当時から割とイケイケな感じではありましたよね、楠木家さんはね。だからこの写真とかもなんかこうワンレンボディコンみたいな、そうそうそう、ワンレンボディコンの感じで出てましたよね。化粧もなんかすごい 80s のケバケバしい感じのそう感じでしたから、うん、本当なんやろ、記号としての女性っていうのがすごく前面に出たような、うん、作家さんかなって思うんですけど、そうですね、イケてる女性感を出してましたよね、本人もね。最近こその池先生もあれですよ、うん、ツイッターやったりするんですけど、あ、そうなんですか、俺最近の情報全然知らないんですけどね、たまたま見つけてフォローしてるんですけど、うん、普通にお母さんですよ今。あ、そうそう、なんかね、お子さん生まれた何人かいらっしゃるんですよね、2人でしたっけ、何人数は分かんないですけど、なんかよく子供の話とかツイートしてて、うん、でそれでちょっと気になったから、またちょっとクスノキ系のホームページでも見てみようとか思ったら、はい、なんかね、自分が結婚した当時の写真とかがアップされていて、うん、またその写真が 80s 丸出しのわぁ、やっぱりこの人尖ってるよみたいなそれはあれですか、クスノキ系的には
昔はこんなで面白いでしょっていう体でやってんのか、それとも私っていけてったっていう体でやってんのか、どっちなんですかね。あ、その時代のその時のデータがまだ残ってるままなんですよ。あ、昔のがまだ残ってるってこと。だからその時に尖ってた、うん、その時はもうギンギンに尖ってた頃だろうから、うん、私を見てなんでしょうね。うんうんうん。まあでも基本的に自己顕示欲はすごい強いじゃないですか、この人。そうですね。だからほんとね、うん、それでふと思ったのが、うん、うるせえ奴らと、闇のうるせえ奴らがやらかったとするならば、はい、闇の庵野萌子がクソの危険なのかなって。ああ、なるほど。なんかね、どことなく、本人も、作品も、光当たってない気がするんですよね。あ、そうね。光当たってないっていうのは、売れてる売れてないとかじゃなくて、うん、なんか、色で言うと黒い感じがするんですよね、なんか。ちょっと薄暗い感じがしますね、やっぱね。うん。何なんでしょうかね。何なんでしょうね。で、それを、分ける、そのボーダーがあるとするならば、庵野萌子とクスノキケの違いは何なのかっていうと、単純にクスノキケは不女子だっていう、うん、ことなのかなと思うんですよ。ああ、今で言うところの。庵野萌子からそんな不女子臭しないじゃないですか。そうですね、しないですね。おしゃれガールって感じじゃないですか。うん。でも、クスノキ系は、クスノキ系は、いけてたのかもしれないですけど、うん、なんか、おしゃれって感じしないでしょ。そうですね。そうだ、なんか、当時から割とオタクっぽい感じの言動はしてた気がしますよ。うん。うん。なんか、それが、その、女子力、女流作家として取り上げられない要因なのかな、っていう。うん、大衆には支持されないそうなあ、一般の層には。一般の層には。結構ね、まあ、今回、八神くんの話やから、うん、あんまりそれた話はしたくないですけど、うん、その後の作品に関しては結構面白い漫画とかめっちゃ書いてるんですよ。あ、そうですか。その、鬼切り丸だとか。うんうん、鬼切り丸僕も好きですよ。最近もちょっとタイトル忘れましたけど、うん、ブックオフ行った時にクスノキケの漫画があったから、え、これ知らんわと思って読んだら、うん、普通に面白かったから、うん、漫画力すごいあると思うんですよね、この人。そうそう、面白い漫画描く人ですよね。でもそんなめっちゃ大ヒットとかしないじゃないですか。うん。なんかそれは不女子たるゆえんなのかなっていう。これはやっぱあれですかね。それヒットするのがそういうなんかニッチな層にだけ当たるってことなんですかね。そう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 。結構その、うん、やっぱオタクって、うん、これ僕の勝手な主観、価値観ですけど、うん、オタクってやっぱりコンプレックスがすごい強い。うんうん。それの吐け口として創作活動をしてると思うんですよね。そうですね。うん。だから、前提としてはあんまりそんなにリア充じゃないと思うんですよ、みんな。うん。ただ、クスノキ系は、美貌に恵まれていたから、うん、リア充っぽいことはしてたと思うんですけど、うん、根底はオタクですから、うん、きっとコンプレックスもすごい強いと思うんですよね。うんうん、それを払拭するための現れとして、うん、私綺麗でしょ、見てっていう自己顕示欲が強くなったんかなと思うんですよ。ああ、なるほどね。で、やっぱりそういう、まあ、闇の道を歩いてきた、コンプレックスのにじくれ曲がった作家っていうのは、うん、すごい深い作品を書くと思うんですよ。そうですね。割とシリアスな方の作品の中でも結構ドロドロした話を書いてますもんね、この人はね。で、この人、ヤガミ君の前にも短編集とかめっちゃ出してますけど、うんうん、結構ホラーじゃないですか。ホラー、そうそう、ホラー、すごいですよ。男と女の究極の愛っていうのは、相手を殺して食べるみたいな結論の漫画とかを出したりしてます。もともとホラー作家的なところからも発祥しているから、うん、結構人間の感情の根幹にまつわるようなドロッとした話を書くじゃないですか。うん、書きます書きます。で、鬼切り丸とかも、なんか、うん、完全凶悪なヒーローもんではなくて、うん、すごい人間の闇の部分に焦点を当ててるようなエピソードがすごい多いでしょ。そうね、人間臭い話ですよね。そこが、まあ、ある種面白いんですけど、うん、それって、
ワンピースの光は当たらないじゃないですか。当たらないのか、やっぱり。やっぱそうなのか。そうでしょ。ブラックライトが当たるじゃないですか、ずっと。俺、すごい面白いなと思って読んでたんですけど、ね。そう、だから、逆にオタクにはすごく響くと思うんですよ。面白いなって。うんうん、だから、根本の性質がそうなんだ。闇なんだなってそう思うんですけどね。うん、そう、うん、そうかもしんないですね。だから、ほんとね、ある意味、今、こう、なんて言うんですかね。こう、マドカンマギカにしてもそうですけど、うん、ちょっと病んでるのが、面白いと思われる風潮というか、そういう時代じゃないですか。うんうん、そうですね。今ここに、こう、クズの機械に光を当てれば、うん、オタクの人たちが望むような作品が、めっちゃ掘り出さされるんじゃないかな。うん、あのドロドロした話を書かせたら結構いけるんじゃないかと思いますよ。結構ね、なんかちょっと僕本当ちょっとクスノキやってみようかなってちょっと思いましたからね。ヤカミ君きっかけに、ヤカミ君はもういらないですけど。これはね、あの何回も読むもんじゃないですね。そうですね、やっぱりね、やっぱりこう逆漫画コメディなんで、うん、やっぱ古さをどうしても感じずにはいれない。うんうん、そうそう、なんかギャグ漫画としてのなんていうの、当時のテンプレみたいなのがやっぱ感じられますもんね。うん、そうですね。そうそう、だからドタバタコメディだから最後もこれといったなんかかっちりした結末があるわけでもないんですよね。結論とかも特になく。そうですね、うん、単純に八神くんが記憶喪失になって、うん、本当に好きな人が誰なのかを思い出すっていう。それも長はすげえ強引な、うん、やり口で。まあ、怒り、まゆきちゃんとくっつくっていうところなんですか。うん。そう、結局ずっと悩んでいた、その、自分はお母さんのことが女性として好きなんだよっていうことを、最後お母さんに告白、するんですよね。そして、そうそう、他、俺実は母さんのことが女性としてずっとっもう超ド変態野郎なんだよ俺はっていうのをカミングアウトするんだけど、結局そのお母さんは実はそんなのは全部わかっていて、うん、当たり前、そん、いや、そんなことは当たり前なのよっていう、これよく女の人が言う結論でもあるんですけど、男はみんなマザコンなんだから当たり前。まあ若干ここでは。お母さん、のみさんも分かってないですけどね。本当の意味を。知ってはいます。ね、そう、男は女の人のその母性に惹かれるわけだから、男が女を好きになるっていうことは男がマザコンなのだと。だからそれは別に普通なのよっていう終わり方をしてるんですけど。これも今読んだら綺麗にまとめたつもりかってそう思う。いや、明らかに八神雄二は異性として見てたやろって思うんですけど、うん、でもまあそういうまとめ方で終わっていくわけですからね。うん、そうだから読み終わった後何も心に残らない。メッセージ性がないのに無理やりメッセージ性をつけて終わったみたいな、うん、まあだからね、その万人の人に面白いですよっていう勧めれるような漫画ではありませんけれども、うん、まあ最近のある種のこうなんですかね、血縁関係萌えとかに興味がある人であるならば、うん、まあ思想的な扱いで読むのもいいんじゃないかなと。そうですね、あんまないですもんね。妹ものは数あれど、お母さんものはそんなにないでしょ。ほら前お礼もの話で特集した時にもちょっとそういう話題になったんですけど、うん、妹萌えとか妹もののジャンルって沢田さんも確かそうだと思うんですけど、妹が実際にいる人にはあんまり理解できないというか通じないじゃないですか、うん、良さが分かんないですか、なんでそれをいいと思えるんだろうみたいな感じになるじゃないですか、うん、この八神くんの家庭の事情ってそれをお母さんでやっちゃってるから、うん、お母さんなんて万人いるでしょ、うん、だからより伝わりづらさはちょっとあるんだろうなって思うんですよね。お母さんがどんなに若くてちっぽくてね、ロリっぽい感じでも血がつながってるっていう設定にしちゃってる時点でもう自分のお母さんがどうしてもちらついたりするじゃないですか。そうだからよくエロゲーとかでは、う
血のつながっていないおかんに対して、浴場をするっていうのはありがちな設定なんですけど。義母者ってやつですね。血をつながってる状態でそれをやっちゃってるっていうのはもうかなりのセンセーションなんじゃないかなとは思いますけどね。そうですね。逆に今の時代リメイクすると面白いかもしれない。そう、確かにね。他にない作品ではありますよ、確かに。なんか最近のその楠木系の絵柄も、ちょっとなんか、そういう系になってるじゃないですか、絵柄が。文庫の表紙とかってそんな感じでしょ。文庫見たら超うまくなってて、まゆきちゃんとかすごい可愛く描かれてるのね。なんかほぼ今時な感じになっているんで。そうそうそう。今時な感じでリメイクすると。当たるかもしれないですよ。だって最初からちょっと書き直してほしいな、ケイさんに。なんやったら文庫の一巻の表紙って、お母さんがメイド服着てるじゃないですか。そうそう、これ文庫 全員登場キャラメイド服なんですよね。おかんメイド服ってそう、でもちゃんとちょい今風の割とちゃんとしたロリキャラっぽく書かれてるじゃないですか、文庫の表紙は。そうですね、今やったらより一層ロリっていうところが強調されるかもしれないですね。うんうん、昔はただ若いのかっていう感じになります ね。そうそう、だからなんかロリ外見は割とロリっぽいけど、お母さんとしてはちゃんとしてるから、ちょっとそのよその家のお母さんとちょっと争い事をしたりとかもするんですね。まあまあ中身は40のおばはんですからね。言っても、うん、母親としてはちゃんとしてますよみたいな。そうですね。ね、何かこう新しくならないですかね、これね。リメイクですか。なってもそんな興味ないですけどね。まあどうなんですかね。実際ね、コスノキ系の漫画を読めというならば、普通に僕はおにぎり丸を勧めるし、僕もおにぎり丸をおすすめします。ヤガミ君は別に見なくてもいいんじゃねって思いますけど。うん。まあ、ただ、最近の萌え萌え文化、カルチャーは、こんな昔からあったんだよっていうことは、話のネタとして知ってていいんじゃないかなと。そうね。当時を知るために読むのにはいいんじゃないかな。こういうドタバタが割と多かったよっていうのを知るために読む感じはいいんじゃないかなと思いますよ。まあまあ、皆さんも話のネタに。うん、満喫とか置いてんのかな。どうですかね、文庫とかだったら置いてるかもしれないですね、サンデーコミックス。まあ機会があれば読んでみたらいいんじゃないでしょうかね。はい、うん、ね、当時いろいろこんなような漫画僕いっぱい読んでたんですけど、ね、徳間書店から出てた月刊キャプテンっていう雑誌があって。 ありましたね。うん、僕すごい、それすごい好きで、毎月読んでたんですけども。ガイバーだって読みましたね。そう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 、ガイバーとか、星里もちる先生とか書いてたりしたんですよ。で、その中で僕が好きな漫画が、じゃれんじゃねえっていうタイトルの漫画があって。なんだそれ。これね、漫画家さんは、コナミさん、粉に味って書いてコナミさんっていう女性の方なんですけど。誰それ。これね、どういう漫画かっていうと、ある日、主人公の男の子のもとに、お父さんが再婚して、妹ちゃんができるんです。はい。で、妹ちゃんにすごい懐かれるっていう、まあ、ざっくりした、その妹もの、ジャンル的には妹ものなんですけど、一つだけ特殊なのは、その、妹がヘビ女なんですよ。は？お父さんがたまたまその、お父さん探検家なんですけど、山奥でヘビ女を助けちゃって、で、その連れ子の女の子が妹になるっていうお話なんですよ。なんだそれ。で、主人公の男の子は実は爬虫類が大の苦手で、その、できた妹の女の子はちょっと興奮すると体に鱗が出たりとか、下半身がニョロってヘビになって、あまりにお兄ちゃんのことが好きすぎて巻きついちゃったりする。
また例によってドタバタしていく漫画なんですけども、まさかの爬虫類妹萌えが、そうそうそう、これも当時全く他にジャンルなかったなと思って、すげえな、もうジャンルとかじゃないっすからね、そうなの。でお兄ちゃんはその妹がすごい懐いてくるから一生懸命妹のためにその爬虫類嫌いを直してなんとかその距離を縮めていこうとするし、妹ちゃんは妹ちゃんの方でお兄ちゃんその蛇の鱗とか嫌いだからお兄ちゃんに好かれたいから一生懸命そのお風呂場でその鱗をたわしでこすり落とそうとしてけなげな感じになってみたりとかするわけですよ。俺の妹がこんな爬虫類なわけじゃないですか。そうそうそう。でそこにその妹ちゃんのその蛇の里からやってきた小さい頃約束したなんか男のなんか言い名付けっぽいイケメンキャラがやってきたり、そのイケメンキャラに妹がいてその妹がお兄ちゃんを取るなって言ってその妹ちゃんに絡んできたりとか、そういうドタバタコメディで、あのね、作風的にはね高橋留美子っぽいギャグな世界、なんか今どんなんかなと思って検索してるけど映画全然出てこないですね。これね今絶版しちゃってるんですよね、だから文庫化もされてないの。 Amazon で見たらマーケットプレスで3000円で売ってますよ1冊。うん、だいぶねプレミア価値がついちゃってるので、あんまりその作品も多く書かれてない方でしてね、どんな絵なんやろ、映画みたいな絵柄が、あのね絵はね古臭いんだけど、なんかね読んでるうちにそのヘビ女のマナちゃんっていう妹ちゃんがすごい可愛く思えてくるんですよ。生卵を丸飲みにしたりとかしてる子なんですけど。だんだんねそれが可愛く思えてくるんです、読んでるうちに。誰か持ってないかな、なんかコマの一コマでもいいから写真でアップしてほしいな。絵が全然出てこない。ああそうですか。そうそう、ちょうどねその全3巻ぐらいでもうあっさり終わってはいるんですけど、まあねそんな続くような話でもないでしょうしね、うん、そのラブコメとしてはあの無難な終わり方してハッピーエンドでめでたしめでたしっていう感じで収まりがいい感じの終わり方してますよ。そんな昔からそんなバーですら荒らされてたわけですね、うん、こんな漫画業界は。もう行くとこないじゃないですか、これからの漫画家は。そうだ、今新しいジャンルなんていうのはもうないと思いますよ、ね、え新たな何度か萌えとか言ってますけども、うん、爬虫類妹萌えがすでにもう出ているのであるならば少女萌えとかですからね、何もできないじゃないですかね、うん、すごいな、人間の想像力がすごいな。うん、ちょっとどっかで見かける機会があったらじゃあ読んでみてくださいよ。そうした見かける機会ないやろうけどね。いやしかしそう考えると、うん、まあその兄妹とか、まあ、そういうところの関係性っていうのは、うん、昔も今も変わらない、うん、まあ、普遍的なテーマなんでしょうね。そうですね、なんかその実際に妹さんがいる人はそうでもないのかもしれないけど、やっぱ可愛い妹がいたらいいなっていうのはなんか男の子のなんか憧れみたいなので昔からあるのかもしれないですな。そしてもしそれが爬虫類だったら的なところに着想を得たのがその漫画だったと。うん、やっぱそこにはあのね普通じゃつまんないから特殊な要素を入れないとってことで、うん、なるほどね。それが未だにねその実は妹をツンケンしてるけど実はオタクであったとかエロゲーが好きだったりするとか、全然優しいですよねそれ考えたら。もう昔のそのヘビ女から比べたら全然全然優しい優しい。そうそう、だからそのねジャレンジャネーではその主人公くんはねカエルが大好きでケロリーヌっていう名前をつけてその大事に育ててるんですけど、妹ちゃんはカエルが大好きだからそのケロリーヌを食べようとするんです。そこでまたねちょっとしたドタバタが繰り広げられてる。すげえな。見てみたいな。もしリスナーさんで持っているいらっしゃる方がいれば、うん、ぜひどこかのコマをアップしていただきたい。そうですね。というわけで、まあ、なんだかんだと言って結構長く喋ってきましたよ。はい、なんかもっと語れることそんなにないかなと思ったけど、なんだかんだで喋ってしまいましたね。まあある種僕たち中学生の頃っていうのは本当オタク真っ只中のご時世でしたから、うんうん、まあ何かしら
なんていうんですかね、オタクの走り的な時代じゃなかったですか、あのところって。そうですね、オタクっていう言葉はなかったけども実質そんな感じでしたよ。本当いろんな冒険的な漫画がたくさん出てた時代なのかな。うんうん、そうね。多分掘り返したら他にもいろんな面白漫画はあるんでしょうけど。ああ、いっぱい出てくると思いますよ、当時のところを掘り返してみるとね。まあ、その、ね、一つとしまして、うん、なんとなく、ヤガミ君勝手の事情を紹介しましたけど。うん、あ、でも、そう言われてみると確かに取り上げるものとしては最適だったかもしれないですね。そうですね。まあ、ただ、まあ、クソの系に興味を持った方は、まあ、まず鬼切り漫画読めばいいんじゃないかな。そうですね。はい、そんな感じで長くやってきましたけれども、うん、はい、なんと安さんの方から宣伝があるということで、うん、あら、いいんですか、宣伝しちゃって。どうぞどうぞ。今ワークスラジオのパーソナリティされてるワナさんと、はい、あとよもやまゲーム語りっていうラジオ番組されてる安山さんと、あとあの僕と3人で、うん、あのロボットークっていうロボットものの作品だけを取り上げるっていうニッチなラジオ番組またポッドキャストで始めたんで。それ、いろいろお便りをちょっと募集して番組作っていきたいなと思っているんで、よかったら、皆さんも聞いてお便りとかいただけると嬉しいかなと思います。そのお便りは何かしらのコーナー的なものがあったりするんでしょうか？うん、今んとこ2つだけコーナーがあって、一つが、赤といえばシャアのコーナーって言うんですけど、〇〇と言ったら思い浮かぶロボットはこれだよねっていうのを毎回テーマを変えて募集していくコーナーなんですが、第0回目は、もうそのタイトルの通り赤といえば何を連想しますかってことで、あなたが赤といえば思い浮かぶロボットは何ですかってことでちょっと募集してます。それすげえハードル高くないですか？そうですか。赤色もうすごい、もう赤といえばシャアでも答え出てるじゃないですか。そう、先に一番ね大きいのを言っちゃってますからね。でもほらやっぱガンダム世代じゃない人もいるわけで、赤といえばなんなんやろ、他に覚えかへんな。実写とかでもありですよ、漫画とかゲームとかでもありです。ロボコンとか、そう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 、そういうのでもいいんですよ。そんな数えられるじゃないですか、もうそんな。だからあんまそれ言っちゃうとお便り送れなくなっちゃうから。結構ハードル高いですよ、そのお題。いやでも結構あれですよ、バカにならないですよ、皆さんの知識量はすごいから、意外とねすごいニッチなところからこんなのもありますよとかいうのをね教えていただけるかもしれないじゃないですか。ね、うん、もう一つのコーナーは それでもう一つが燃えろワンシーンっていうコーナーで、あなたの好きな、ロボットもの、アニメ、ゲーム、もしくは漫画作品などでここが燃えるんだよっていうところを、ぜひその燃える気持ちをお便りとして、こういうところがこういうシチュエーションですげえかっこいいんだよ、すげえ感動するんだよ、もうすごい燃えますよっていうのを募集、お便り送っていただこうかな。まあある種燃えっていうのはロボットものにはなくてはならない要素ですからね。うん、そうですね。まあ、そういうところが、まあ、語り草にもなるわけですから。うんうん。まあ、それぞれ持ってるんじゃないかなと。うん。かくいう僕は、ロボットあんま詳しくなくて。はい。まあ、うちの、サブパーソナリティの中野浦さんなんかは、ロボット大好き人間でして。はい。まあ、いわゆるフォルムとかに、こう、目を奪われるタイプなんですけど。うんうん。僕基本的に物の形とか覚えられないタイプなんで。そうです。いまいち思い入れのあるロボットって言われると、うん、あんまりなくて。でも沢田さんもほら、ガンダムとかマクロスとかちゃんと見てるし、劇場版とかも見に行ってらっしゃるじゃないですか。見てますけど、どちらかというと人間ドラマを見てるので。ああ、なるほど、ね。だこの前もダブルオーとか見に行きましたけど、ダブルオーって出てきた、うん、エクシア、なんたらかんたら、なんたらかんたらって全部並べられても、うん、多分どれがどれかわかんないですね。そうですか。エクシアとダブルオーとダブルオークワンターの違いがわからないです。ああ、そうですか。そんな僕が、うん、まあ、唯一燃えるシーン。はい。昔週刊少年ジャンプを連載していた、うん、黒岩義弘先生のマシンのバリオンという漫画があるんですけど、あれの最終回が一番燃えましたね。あ、そうですか。まさに俺たちの戦いはこれからだみたいなこともあるんですよ。燃えるの？そうじゃない。なんか15人ぐらいの幹部みたいなやつがいるんですけど、敵に、はいはい、それの4人ぐらいまでしか倒してなくて、うん、終わるっていう
もう典型的な打ち切りの打ち切りなんですけど、ある種中二の僕からすると、それ以降のストーリーを全部想像できたっていう。あ、なるほどね。その先を妄想させられる。どんな物語があるんだろうってすっげえワクワクしてて、うん、素直に第一部巻って書いてあったの信じてましたからね。続くんだろうな。第二部いつから始まんねやろ。本当、男の子といえばロボット。うん。感じですけど。うん、そうですね。なんか男の子の諸君は、ぜひそのロボットオークの番組を聞いてですね、はい、まあ、ロボットに対する情熱を全てお便りとして叩きつければいいんじゃないかな、うん、はい、ぜひお願いします。はい、でまたリンクを貼っておきますんで。ああ、すいません、ね、ありがとうございます。興味のある方はそちらから、うん、まあ、飛び入ってもらえればと思います、はいはい、よろしくお願いします。じゃあというわけで、うん、今回はここら辺にしましょう。はい、お送りしたのは沢田信也と、ヤスでした。じゃあ皆さんまた次回さよなら。さよなら。